岸田首相、13日にも記者会見の方向で調整ってことで、って感じでね。これ解散すんじゃねえかみたいなちょっと盛り上がりを見せたんですけど、どうなんですかね。一応記事はね、こう書いてあります。岸田首相が13日にも記者会見を行う方向で調整していることが分かったと。異次元の少子化対策を具体的に盛り込んだ子供未来戦略方針を取りまとめることに合わせて行うものだということなんですが、いや、ここで解散とか言うんじゃねえかみたいな、そんな憶測を呼んでるんですね。さらにね、ちょっと周辺も騒がしくなってまして、まずね、茂木幹事長ですね。茂木幹事長がですね、4日前にね、もうすでにこんなこと言ってるんですよね。解散総選挙、常在戦場は間違いないというふうに茂木さんね、もう自民党のね、小物の中の大物と言われている。いやでも茂木さん、そういうふうになんか須田さん結構言いますけど、武漢がさ、閉鎖された時にさ、親中派であるこの茂木さんはさ、ちゃんと空港開かせて、救出オペレーション大活躍した人ですから、僕はそこはちゃんと評価しますよ、茂木さんね。仕事はちゃんと私は評価しますからね。そんな、小物が大物なんてどうでもいい話です。仕事なんです。で、その、仕事の茂木がですね、このように言ったという記事ですね。自民党茂木幹事長は、選挙のタイミングは私も関心あるんですけれども、難しい問題ですが、少なくとも今年の秋に折り返し地点を迎え、常在戦場ということは間違いないんだと思っております。自民党は保守政党であると同時に、政策でも党運営でも一番の改革政党でなければならない。そういった姿を示すことが選挙において国民の支持を得ることにつながるというふうに強調したということでね。まあ、秋が折り返して、ちょっとだいぶなんか、射程距離長えな、茂木さん。どうなのみたいな感じなんですけれども。それからね、もう一個記事ありますね。これもね、日テレニュースです。あ、おとといの記事ですね。こんな記事です。解散総選挙会期末までに、岸田、麻生、茂木、自民党3氏が党本部で会談ということで。なんかおととい会談してるんだ、こいつだと。意味深だなと。ね、国会会議が、残り2週間余りとなる中、政府与党内では岸田首相が会期末までに衆院の解散に踏み切るとの見方が出ていますと。岸田首相は5日、自民党本部で麻生副総裁、茂木幹事長と3人だけで会談しました。解散も含めた終盤国会への対応を話し合ったものと見られますと。この週末、自民党幹部からは常在戦場ということで問題はない。これは茂木さんですね。はい。茂木さんが常在戦場ということで問題はないなどの、まあ、発言が相次いだと。さらにですね、これまで秋以降の解散を主張していた自民党幹部も、岸田総理は早期に解散する意向だとの見方を出していると。これに対してですね、公明党の山口代表は早期解散論を、まあ、牽制していると。ね。山口代表はですね、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経と言ってですね、いざ本当に解散するときは、やはり連立政権ですから、きちんと相談を受けてきました。そこは抜き打ちでやることはないと信じております。南無法蓮華経ということでね。はい。本当に、私もね、立正安国論ということでね、敵国降伏みたいなね、日蓮聖人の教えにね、忠実に、やっていただきたいな、コメントはな、というふうに思うんですけれども、早期解散論がね、高まってきた理由としてですね、日テレニュースはですね、2つの、ポイントを挙げていると。で、1つはですね、やっぱり G7、やっぱあれで支持率だいぶ回復して、なおかつですね、野党内に準備が整っていないということで、絶好のチャンスだろうと。今回ね、さっきのその岸田さんがね、記者会見やるっていうニュースをね、解散かみたいな感じで、ツイッターでまあ、パッとこう私投げたらですね、ものすごいレスが来てですね、維新が準備整ってないうちにやるつもりかみたいな、なんかそんなような反応もありました。二つ目はですね、少子化対策で詳細な財源についての議論を年末まで先送りしたと。要はその増税の話が出てくると解散打ちにくいっていうね、まあまあいつものやつです。はい。あとはね、公明党がそうなんですよ。反対してるっていうのが、まあ最大のグダグダ要因でですね、まあこれどうなるかということなんですね。ちょっとさっきね、石橋海人さんと連絡をする機会があったので、ちょっとやり取りする機会があってね、どうなんですかねって聞いてみたんですけど、石橋さんはね、まだね、何も聞いてないと。まあ基本的にやっぱグダグダだとあいつだというふうに言ってました。で、逆にね、一般の皆さんの声はどうかというとですね、私が今日のですね、午前11時に、解散だな、点点点ということで、岸田首相13日も記者会見の方向で調整という記事をね、引用して、解散だな、点点点ってやったツイートに対してですね、なんと200件近いレスがもう寄せられておりまして、はい。皆さんいろんなことを言ってます。はい。岸やる気だとか、ドキドキとか、来たかとかね。名前をつけるなら LGBT 法案解散でしょうかとかね。それから山口県の候補者調整ね。なんか林さんで行くんじゃねえかみたいなね。感じでね。あと、マジっすかとかね。来るな多分とかです。まあ、結構やっぱみんな盛り上がってますね。増税ですね。わかります。いやいや、多分増税先送りのための解散の可能性があると思うんですけどね。それからね、統一教会といい、公明党といい、宗教と手を切って、みそぎを済まして出直してほしいと。まあこれなかなかいいご意見ですよね。確かにそれはそうかもしれませんね。さてどうなるか、本当に本当みたいなのとかね、お灸を据えてやるとかね、いろんな意見もありますね。ものすごい、200件近いですが、一気に。
いつもこんなに来ないんですけど、僕ちょっと小難しいこと書いてるんでね、こんなにレス来ないんですけど、めっちゃレスが来てね、否定的な意見、肯定的な意見、まあもろもろというところでございます。解散はね、総理大臣の専権事項でして、これだけは嘘ついてもいいと言われているので、まあどのタイミングでね、この殿下の宝刀を抜くかっていうのは、これはまあ岸田さんにしかわかんないですよね。ただ周りがですね、解散解散つって盛り上がってることも確かなんですが、割とそのインサイダーにね、アクセスしている石橋さんの方は、まだそういった話はちゃんとは聞いていないということです。あとね、私よくね、聞いてたのはね、自民党の支部長さん、あ、支部長っていうか、事務局長ね、支部のね、大体ポスター吸ったりとかそういうのをこうやる人なんで、はい、彼らが動くと、もうマシーンが動き始めるという感じなんですよ。まあ、彼らのところに指令が出て、ね、もうこれでもうポイントオブノーリターンみたいな感じになるんですけど、そういう方はまあいっぱい知ってるんですけど、僕のところにまだ何も言ってきてくれてないので、まだなのかな、どうなのかなと。まあだからいろいろこうアドバルーンみたいなの上げてね、もう我々がこう外野でね、もう外野ですよ、このいわゆるね、外野の皆さんがこうわちゃわちゃやるのを見ながらですね、このアドバルーンのね反応を見て決めようとしているのかなと思います。他にも何人か永田町会話の方にも聞いてみたんですけど、これどうよと、これ解散でしょって、逆にね、解散でしょこれって聞いたら、いやまだちょっと微妙だと思いますよっていう声がね、結構多かったんですよね。なのでマスコミがなんか騒ぐほどですね、あんまり決まってない可能性があるなと。13日もしれっとですね、異次元の少子化対策みたいな話をね、異次元の少子化対策とか言って、まあ、やってですね、あと会期も延長、なんかこう債務上限法みたいな感じになってきましたね。もうこれ会期末で解散だろうとか言ったら会期自体が延長されて、じゃあ次の、じゃあこの会期末でどうなのって感じで、まあ引っ張っていくのかなと。で、ちなみに、解散というのはですね、国会開いてる時に解散打たないと解散できないので、はい。この国会が終わってしまうとですね、もう次の国会が開かれるまで解散できないです。でも次の国会だってもうほら、いろんな審議しなきゃいけないでしょ。ね、なので、その次の国会が終わるときっていつかというとですね、10月の終わりぐらいなんですよね。確かね、次の国会はね。これ石破さんに聞いたんですけど。そうすると、ここで解散しないとですね、まあ次はもうほぼ11月しかないと。で、来年はですね、来年やるんですか、ね、どうなんですかね。でも、キッシーグダグダですからね、何やってくるかよくわかんない。よくわかんないんですけど、まあ、いずれにしてもですね、まあ、野党が今ね、一生懸命、まあ、盛り上げてですね、まあ、盛り上げてというかね、立憲民主党がですね、プロフェッショナルな市民のね、皆さん、コアな支持層のね、固めに入っているということで、もうこれ、勝つ気ねえなと。政権、まあ、勝つ気ないっていうか、政権取る気はさらさらねえなと。うん、まあ、おそらくだから、維新には負けたくないから、維新に負けないように、もうコアな支持層だけしっかり固めとけば、日本のほら、左翼の岩盤支持層って1割ぐらいあるんでね、こいつら基礎表で きっちり固めとけば、維新には負けねえだろ、みたいな、もう計算に、もう、傾いたのかなと。もう自民党には勝てねえと。ね。維新にとなってるのかもしれない。まあ逆に言うと維新はですね、今まあ岸がこの春巡してる間にですね、まあ、一気にこう準備を進めていかないと。あとね、国民民主党もね、玉木さんもぜひ頑張ってくださいね。